なんとか天気をですねお伝えできたんですけれども、やっぱりねこの天気をお伝えしているところでですね、やっぱりどうしてもこう笑わせようとスタジオにやってくる方が悪気は一切ない。いや本当にやめてもらっていいですか。いやいやいや、いや本当に私途中でちょっと笑いそうになったのを、はい、やっぱり私切り抜けられたと思ったら、なんか金木犀の香りが、ね、いやもう集中されてたんで、もう目も耳ももうこうやってやってなかった。もうずっと私もう林さん対策はもうそれで結構こう耳を塞いで自分の世界に集中するっていう、はい、香りばっかりはどうにもならない。嗅覚で行くしかなかったですね。これ初ですね。初めてでしたね。いやいやでもさすがじゃないですか、やっぱりねもう全然もう相手にならなかった。あー、はい、嬉しかった。ということで、ね、はい、天気をね、注目していきながら、2014年、つながり納めスペシャルということで、なんか豪華ですねこちら。そうです ね、これ本物ですか。本物ですね。これね、サーヤンが作ってくれたんですよ。嘘。そうなんです。リアルに。すごいね、サーヤン。サーヤン、なんかどうせティッカーで隠れるんだろうなみたいな言ってたので、あのカメラさんも調整していただきまして。あ、なるほどなるほど、はい、これはすごいですね。すごいスタジオが華やかになりました。華やかになってきましたね、はい、さあここからはじゃあ2部、2部、1部です。まだ1部です。まだ1部なんですよ。1部後半ですねこれね。私がいるうちはまだ1部です。そうでしたか、すみません、はい、すみません、はい、じゃあここからじゃあ何になるんですか、うん、これはい、タイトルコールから、タイトルコールからこれでいいんですか。これですよね。せーの重大ニュース。短いな。2014年重大ニュースって。いやー、はい、まあね僕らもね一応こう見えて一応ね、はい、事前のミーティングとかで、うん、今日はこんな感じって言われて、はい、で冒頭いきなり説明する担当の、うん、はい、まあ、ディレクターみたいな人間から、まあ、渡された、はい、この一番上のタイトルが2012年最後まで思う存分つながり納めスペシャルっていう2012年って書いてありましたよね。もうどんだけ振り返らなきゃいけないんだと思う。長いなー言うてこれね2014年たどり着くかなっていうところ思いましたけど、そういう話だったんで、はい、まあ、そんなのを書く人間にねなんかいろいろ言われたくないですよね。2時間みたいなこと言われたくないですよね。2012年って書かれてるんですかね、僕らのこの資料。本当にねびっくりしましたよね。はいはい、さあここからはじゃあ、一部の後半戦ということで、はい、何やらいろいろゲストも来ながら。ゲストは2部です。ゲストが来るのは2部。ゲストは来ないんですけど、はい、うん、あのゲストが後で来るんで詳しく聞いてみましょうみたいなことを言いながらやるっていうことですね。そうです、続きは2部でみたいなのが大体ここで、はい、あ、振り返っていきたいと。いや今年もいろいろジュースね、ニュースありまして、うん、それをまあ振り返っておくわけですけど、そうですね、これもあの一応あの皆さんに、はい、あの募集して、あ、募集してましたね、メールで。それであのメールなどでいろいろ来たものがこの中にどうやら入ってるそうでございますが、はい、これもまあ VTR 見ながらみたいな、うん、いきましょうかね。じゃあ、はい、あ、どうぞ回してください。これはなんかバーンって出てくるんですか。バーン来るんですか、はい、バーン来るんですか。バーン行きましょう。じゃあね、はい、ということで、一つ目のニュース振り返っていきましょう。こちらです。バーン、あ、来た来た来た。いろんなお天気お姉さん登場、次世代型のあの方もと。なるほど、うん、まあいろいろありましたわ。そういえばそうですね、意外に2014年ね、はい、デビューしてる人多いんですよ。多いですね、あのもうすでに今となっては、うん、もう馴染んじゃって、うん、なんかもう昔からいるみたいな感じになってますけど、うんうんうん、もう初期面はもう本当山下さんだけですから、うん、はっきり言って複雑ですね。スライブ始まってのね、初期名も山口さんしか今生き残ってないんで生き残ってない、もう本当、ね、みんな元気なんですけど、周りを蹴と、はい、蹴落としてね、そんなことないです、ここまでもそんなことないです、上り詰めましたけどね、そんなことないです、はい、まあ、いろんな新しい仲間が加わった仲間が加わったって話ですよ。嬉しい年でしたよ。そういう話ですね、はい、じゃあまずは誰からいきますか。はい、はい、じゃあこの方からいきましょう、はい、じゃあ当日、もう初日のですね、初日の VTR があるということで、あ、まあ、ちょっと貴重な映像になりそうですね、はい、では最初の方はこちら。おはようございます、
4月14日月曜日、ソライブトワイライト、の時間になりました。藤岡茜がお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、では、はい、皆さんありがとうございます。はい、いやすごく緊張して何話したらいいんだろうというところなんですが、ちょっと違いますね。はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。緊張しないでね。頑張ります。はい、頑張ります。はい、という、おー、いや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 、ういういしい、ういういしいですね。ういういしいですね。今年なんですね、これもね。今年なんですね。これ4月ぐらいですか、これ。今4月4日に DVD とか書いてありましたけどね。うわー、ね、ドキドキ、こっちまでしてきちゃうね。そうですね。あ、いやー、そう、はいはいはい、ね、はい、連発しまくってた記憶があっていう風に、ね、緊張するんですよね、天使ギャラ。天使かわいいわ、かわいい、ね、かわいいっていっぱい来てる。いや、続いてのキャスターもう一人いますから見ていきましょうか。じゃあ行きましょう、どうぞ。4月の7日月曜日です。今日から初めてソライブモーニング、はい、松雪彩香が担当させていただきます。よろしくお願いします。はいね、なんかはい、皆さん初めましての方もいらっしゃると思いますが、まずは皆さんに感謝の気持ちを伝えたいので、ちょっと伝えようと思います。はい、オーディションの時から今までたくさんの方々に支えられてきました。友人や家族もそうですし、何よりサポーターの方に支えられて、私は今日この場所にいることができます。泣いちゃいそう。本当に皆さん、たくさんのご声援ありがとうございました。はい、これからも頑張りますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。いや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 、もう泣いちゃいそうでしたね。もう怖くないかね、やらんて。すごい楽しそうでしたすごい楽しそうに見てましたね。すごい楽しそうに見てしまいました。いやー、いやー、なんかね、違うね、やっぱり改めて見るとね。なんか2人とも、うん、やっぱこうやって見てみると違いますね、うん、なんかね、うんうん、やっぱりなんかこうね、硬いんだよね、全体的に。こうなんかこう、なんかここだけ動いてるみたいなさ、緊張しても緊張しちゃうんだろうね、あれ、やっぱり、うん、そうか、まだ1年、丸1年経ってないってことです。経ってないんだ、まだ、よく考えたら数ヶ月後に2500人の前で太鼓叩くんですか。叩いてますよ。叩いてますし、そのちょっと前にはセクシーカラーゲの写真撮られてですね、あ、すごいことになってるわけですね。考えるとすごいですね。いや、ソライブすごいっすね。すごいですね、これ。急成長ですよ、そういう意味では。いや、揉まれてますね、ほんとに。まだいるもんね。そうなんですよ、まだいるんだよ。でお次の VTR 見ていきましょうか。どうぞ。こちらはアフタヌーンがデビュー戦。皆さんこんにちは。アッキー、今日のソライブアフタヌーン担当いたします、大西明子と申します。ありがとうございます。はい、ですね、実は久々なんです。イエーイ。そうなんです。慣れてるよね、やっぱり、ね、初日から現地アッキーと呼ばれているんですが、アッキーはオハテン5期生なんです。そう、タマツリじゃないんです。 ね、どこ探してもなかったんですけど、はい、オハテン5期生ということで。あ、そうですね、初めましてです。よろしくお願いします。そう、あ、自由だね。いや、親にも呼ばれます。ではでもまだ緊張してるね、やっぱ、まだね、今の方がきっと爆発してるんでしょうね、いやでもやっぱ怖いよ、うん、いや久々に出るのは絶対怖いと思う。だってお果て言えないでしょ、うん、アッキーもさ。確かにね、うん、だからもう結構周りの人とかも変わってるわけじゃないですか。あ、そうですよ ね、でもあの頃見てた人ももちろんいるんだけど、うん、でも今バンって出たら誰だろうこいつって言われるんじゃないかみたいな、やっぱそういう恐怖の中出て、なんかこうね、アッキーアッキーみたいな感じで来て、結構本人もね、嬉しかったんじゃないかと思います。い
やでも初日から元気いっぱいですね。さすがいやもうちょっと違いましたねやっぱりね。さすがアッキー、強いです、ハート強いです、まだいますね、まだいますね、まだいますね。はい、見ていきましょうか。こちらということで、ご紹介しましょう。ですね、あれあれいやいやいや第一期、関東でご担当されてました長峰佳菜子さんです。そういうことか。あ、そういう来ました。お久しぶりです。長峰佳菜子です。1期生ってすごいですね。ご存知の方が、はい、どれぐらいいらっしゃるのか。そうですね、あ、ちょっと似てるけど。あー、すごい来てますね。あー、わかりました。あー、久しぶりです。あ、知ってます。お、あ、結構いますね。いますね。100円ライブの人来た。名前で書いて。来たー、久しぶりです。この時のやっぱり根頃さんもすごい男前でございましていやー、もう長峰さんとね、はい、もう久しぶりで結構緊張されてたわけですよ、うん、大丈夫です、もう僕がついてますからみたいな。頼もしいですね。で、あ、今日長峰そうだよね、出るよねみたいな感じで話した根頃が、いやもうあのちょっと最初はやっぱり僕が掴んどかなきゃいけない紹介は私の方でしますので、その後ちょっとあれしてみたいな感じで行って、その後30分ぐらいずっといたんですよさすがですね。さすがですよ。多分こうやって編集されることも分かってたんでしょうね。ちょいちょい出てきますよ、そういう名場面名場面では。こうやってどんどんこう乗っ取っていくわけですね。乗っ取っていくわけですよ。最後はもう24時間根頃さんに根頃24っていう、はい、そういう番組にいつかなってるかもしれないですね。かもしれない、いやいや、でもね、やっぱりもともとやっぱりこの4人に共通するのはなんやかんやで、まあ、その時その時のまあサポーターユーザーさんにこう投票で選ばれて、それでまた戻ってきたっていうね。これストーリー的には僕素晴らしいなと思うわけですよ。そうですね、結構100円ライブとかもさっき、ね、永見のところに出てましたけれども、やっぱずっと応援しててくれてる方もたくさんいらっしゃいますもんね。なんでね、まあ、そういう新人も2014年はね、はい、いやなんかもう今となっちゃう本当に今年だったんだっていう感じですね。今年だったんだって感じしますね。ただあのソライブ20始まっての初期面はもう山岸さん大事ですからね皆さん複雑なんでこうそれはもう山岸さんしかいないんで、そこは本当忘れないでいただきたいなと思う。すごい複雑なんで、それ本当複雑なんでもうそれだけは本当に心に留めていただきたいなと思います。はい、ということでまだラスト、あ、ラストの方一人いるの、はい、あれ誰だ、見ていきましょう。この人、ドン。ここからはソライブナイト、ウェザーロイド台風へ、アイリがお伝えしていきます。これ初期の、皆さんよろしくお願いします。硬いですね、やっぱ硬い、わー、チャットの皆さんも参加ありがとうございます。あ、こんばんぽんといただいてますね。こんばんぽん、こんばんは、こんばんは。誰ですか、アイリンも大変だなって書いてるの。私は生きてます、生きてますよ。あ、手を挙げてみてってリミエラさんが、手挙げられるよ。じとめとかできないんですか。見えてますか。後ろに誰かいない、いないですよ。私一人でやってるんです。来ましたね。ここからは、ね、私ウェザーロイド台北アイリが毎週木曜日メイン MC としてこのソライブナイトをお届けしていきます。いやもう大人気シリーズ、ね、ちょっと不安ではありますが頑張りたいと思います皆さんこれからも応援よろしくお願いします。いや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 、やっぱ硬かったですね最初。ちょっとやっぱ表情とかがちょっとまだ硬い、今の方がちょっと攻めたりしますよね。そうですね、地止めとかできるようになったりとか、きますんで、あの辺りから、あ、ね、これも今年ですよね。だからね、これも今年なんですね。いや、いろんな新人さんが来たわけでございまして、このそうですね、なんかあのね、ちょっとチャットにもあったけど、これ以外にも、はい、外部ゲストで、例えばね、外部ゲスト真壁さんね。あ、真壁さん、危ない危ない、全然違う人の名前言うとこだった。あぶね危ない、ものすごい懐かしい人の名前言うとこだった真壁さんね、真壁京子さんとか、そうですね、出演してくださったりとか、ヨ
田多シリーズでね、田口由美ちゃんとかね、そんな感じでいろいろ参加してもらったわけですよね。そうですね、いや盛り上がってますね、ソライブミュージックね。いや改めていろんな人が来てるプラットフォームじゃないですか。やっぱり矢田さんとか出演されてる時、昼の時間帯のようにチャットとかもすごい多かったりしましたしね。ちょっと層が変わってるかもしれないね、うんうんうん、皆さんマダムキラーですから。そうですね、そんなようないろんな人に支えられながら、はい、もうプラットフォームみたいになってきた、うん、ライブ24ですけど、うん、まあ、それをずっと支えてたのは山岸さん。やめてくださいもう最初からね、なんか思い出してた。いやもうそういうね、まあ、はい、よかったんじゃないですか。新人がいっぱい来たよっていうニュース、はい、これが一つ目ですね。一つ目ね、はい、10個あんのこのまま。10個ありますね。行かなきゃいけないね、はい。じゃあ2つ目いきますか。2つ目見ていきましょうか。2つ目はじゃーん、星空コンテンツ、舞台は世界へ。なるほど、これは何でしょうこれ。まあ、今年本当にこの星関連の企画っていうのが本当に、ね、うん、多かったですけれども、まあ、あのハワイでの、ね、皆既月食の中継っていうのが4月にあったりとか、うん、本当こう日本国内だけではなくて結構世界に飛び出し て、もうね、これまで今まで日本の中で見えるものっていうのが、うん、まあ、ある意味その星企画担当の、うん、まあ、ある意味ストライクゾーンだったんですけど、はい、もうボールもう他の外れたものも、うん、もうどんどん振りに行きましてうちのスタッフが、オーストラリアとかで思いっきり三振とかしてたんですけど、でももうとにかくもう地球上で見えるならとにかく振るという、うん、このブンブン丸っぷりがですね、うちのスタッフも気合入って、はい、でいろいろ行きましたね今年は。だからね、ありましたよね、皆さん覚えていますか、どうですか、何あるんだろうっていうことなんですけど、うん、あ、では動画があると行きますか、見ていきましょうか。どうぞ。どうぞ。こちら井上さんから送っていただいてるんですが、綺麗ですよね。これはハワイの皆既月食。皆既月食これ盛り上がったね。こちら月とそしてスピカ、ミヤネ屋でライブ中継されたです。このまま真っ赤ですね、映像を撮って中継が行われたと。こちらが赤道色とマス、マス向けですね。めちゃめちゃにマスっすよ。素敵です。なかなか見ることができないこの表情というのが素敵ですよね。これ右上で輝いているのがアルデバラン。ズームで見てみたい、大獅座の一転性。そうですね、見てみたいです。はい、ということで、いやいやいや、ハワイまで行っちゃってね、これ。そうですね、日本だともう欠けた状態で出てくるっていう部分月食になってしまうので、これはもう最初からお届けするためにとハワイまで、ハワイまで行っちゃって。でも大成功でしたね、これはね。そうですね、盛り上がりました、この日も。こう書いてますよね、いろいろ、なんとかいろいろ、なんとかいろいろ、遠征遠征がないそれはダメだその井上というスタッフがね、はい、行くたんびにそこの名前がついて、うん、もう今となっちゃうもう面倒くさいんでほにゃらら井上になってるんですけど。そうですね、いろんな名前がありすぎて、いろいろと、まあ、世界飛び回ったと、はい、でこれだけまだあるの、まだありますね。お次は何でしょうか、ドン。さあそれでは行ってみましょうか、まずはじゃあ、あの先ほど自信満々だったグ、ね、ローバル系ということで、ほにゃらら井上さん、うん、どうでしょう。これアメリカのね、おー、おー、アイダホ、まずですね、いいね、すごいな、この、うん、あのすでにもう流れまして、流星キャッチャー今飛んだと思うんですけれども、流星キャッチャー来たよという、アイダホの流星、あの長さ的にはですね、画面の端から端まで流れたので、マジですごい時代ですね、はい、これあの北斗一星がこの大きさしか映ってないんですけれども、それだからそのスケール感的にはさすがアメリカっていうのが流れました。さすがアメリカ、期待できますね、はい、これもかなり中継的にはもうギリギリの感じでしたけどね、職務質問ねされまして、あ、大変だったみたいですね、井上さん。もう誰もいないんで、うん、そこに一人ぽつっとなんか怪しいじゃないですか、はい、でもう一人なんで、うん、それが止まったらもう全てが止まるわけです、ね、危なかった。その中でもう片言の英語で、うん、I love potato、 I love potato もうこれだけでなんとかしのいだという。それで切り抜けたんですか。切り抜けた間ほどなんとかいけたみたいです。
場所が良かったですね。場所が、ポテト好きに悪いやつはいないですね、はい、帰ってたら。ちなみに今の映像が目覚ましテレビでも流れたというマスじゃないですか。マスですね。マスですよ。マス中のマスですよ、目覚ましなんか、うん、いや、いろいろあり、まだあるのかな、うん、まだありますね。まだ最後11月です。では動画ご覧ください。では井上さん、うわ、はい、よろしくお願いします。綺麗ですね。この時間になってですね、すごいオーロラが出てきまして、はい、すごい、何この映像、見たことない方多いですからね。カメラ動かすとですね、ほらすごい、わかります、アーチ状に出ているのがすごいわこれ、かなり濃いのが出てますね。この時ちょうどこの中継をつなごうとしていた時間にすごい綺麗にこうオーロラが見え始めてきてたんですね。この時肉眼でもはっきりと緑色っていうのがわかるぐらい、ね、いやいやいや、グローバルになってきましたねすごいね、これすごい映像ですよ、ね、え、あんなの中継してる地上波見たことないですよ最近なかなかこう日本だけではこう楽しめない現象っていうのもたくさんあるので、ね、まあ、でもそういうのも全てこうお届けしていきたいっていうね、熱い思いで、いや、ね、あれ、うん、聞くのも大変だしね、うん、出るかどうかも分かんないし、うん、ね、え、いや、さらっと見せてるけどすごい映像ですよ、うん、すごいですよ、ね、え、中継に行ってた井上さんなかなか会社で会わなかったですよね。あ、いつもなんかどっかに、どっかに行ってるよね、いろんなところにこう飛び回っていってます。いやもうすごいですね、大変ですよ、大活躍な、はい、やられる井上がね、大活躍な、うん、はい、次じゃあ行きましょうか。そうですね、あのちなみに詳しくこの星企画についてのお話は2部の方で聞けるみたいですので、じゃあもう別にここはもうさらっと言っといて、さらっと言って詳しくは2部の方で、なるほど、20時半以降、そのアイラブポテトの話とかもそっちで聞けばいい。そうですね、そのどうやって切り抜けたのかっていうところ、なるほどなるほど、はい、分かりました、はい、じゃあ10個のうちの2つ終わりましたね。はい、まだまだ続きます、重大ニュース。続いてはじゃあこちら、バーン、サニーコム TV スタートね。なるほど、なんか続くね、グローバルがまた続きますね、サニコム TV という番組がスタートした、うん、始まりましたね、今年。これも VTR あるんですかね、ちょっと見ていきましょう、1回目、1回目、記念すべき1回目。すごい、誰が作ったんだろうね、このオープニング、素敵、何かっこいいじゃん、これかっこいい。하늘을통해서전세계를하나로연결해주는날씨커뮤니티사니컴 TV. 네, 드디어오늘첫방송이시작이됐습니다. 네, 오늘 좋아요. 오늘 네, 첫회진행맡게된 저는 정주이고요. 안녕하세요, 푸니타입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘또첫방송기념인만큼 네, 저희가 방송을 진행할 수 있죠. 그렇죠. 일본에서 네, こんな贅沢で 贅沢ですよ. 레이저 Congratulations.오늘이렇게커뮤니티비웨더뉴스って書いてある。월요일부터금요일까지평일すごいよ、なんか見るのもほら、녹화도아니뭐죠라이브입니다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 보실수가있습니다、네、그래서 네, 네 YTN 웨더를시청해주세요。이야난데스카아래ちゃんとしてますね、すごい、どんだけちゃんとしてんですか、ちゃんとしてる、カップにまでねえ、あれ作ったのかね、あれすごい、いやすごいな、あれ送ってくんねえかないやでもね、サニコム、まあ、24時間やってないんで、はい、あのその時間、今昼のいいともって呼ばれてますね、あ、はい、あといいともの時間にやってるんですよ。おー、なるほど、あのぶつけていこうと思いました。ぶつけて韓国からいいともぶつけていこうと思って、ぶつかる先なくなっちゃったんですけど、でもあの昼の時間で生で1時間やってるんですよ、はい、で前半は、うん、なんかあの韓国のね、うん、地元の天気とか、なんか小ネタで、で後半がちょっとその世界からのリポートを紹介するので、はい、英語とハングルをこうね、ぐにゃ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 、そのキャスターもこう、うんうん、結構ネイティブで、うん、あの英語も喋れるんで、はい、すっごいなんかこうカオスな感じで、素晴らしいっちゃ素晴らしいですね。で、あれあの YTN っていう、
はい、あのケーブルテレビでニュースで、うん、あの韓国の中でもうほとんどなんていうんですかね、 CNN みたいな24時間ニュースチャンネルがあるんですけど、それのその番組の中にこう入ってるんですね、うんうんうん、なんで YTN 見てるとサニコム TV も見れるっていう、へー、やっぱこうクオリティが違うわけですよなんか CG さんとかいるんですよ、ちゃんとCG さん、あの見たことないじゃないですか。CG さんが何なのか分かんないです、ね。ソライブとかで CG さん見たことない、見たことないです。知らないです。あの CG さん何者ですかそれは。あのちゃんと作ってくれる、それ用に。それ用に。だからバーンとかっていうこれ、はい、たまに出るのあるじゃないですか。はい、ああいうのも普通になんかもうパワーポみたいなで作ってるんですけど。日本みたいにディレクターさんが全部やってくれるんですか。はいはいはい。ディレクターがもうちょっと待ってくださいって書いて、うん、本当どうしようかなとかってやってるんですけど。そうじゃないですよ、向こうは。ちゃんと CG さんが作ってくれる。それのみで。ちょっと動いたりするんで、クリンクリンとか。へー。YTN のビルの中で作ってるんで、テレビ局で作ってるんですよ、ね。すごーい。クオリティいいんですよね。CG さん。CG さん、ね、はい。勉強になります、ね。CG さんっていうのがいるんです、ね。あと時間とか厳しいですから。ステージに始まりますから。ちゃんと00。00秒で始まりますよね。電球切れたからちょっと1分後とかないですか。全然そうじゃない。安定のとかないです。絶対ないですよ。もう最後はね、時計がないっつったらもうスタッフが腕時計を持ってくるっていう、そういうしかも何も秒数も何もないもんですね、持ってくる、そんなスタッフじゃないんで。あ、そういうのじゃないんですか。いやー、サニコム TV ね、うん、これまたグローバルでまあ広がるってことで、あ、この番組の影響でやっぱり韓国のねからのリポートとか増えたりして、はい、うん、なかなか成功してるのいいんじゃないですかね。これからも楽しみですね。これなんかあの後でまた、はい、丹羽さんがなんかゲストとかの方が来るのかな。はい、これもじゃあ2部の方で詳しく、これはそんな詳しくサニコムについて、うん、サニコムについてお話があると、はい、クオリティにびっくりしましたね。すごいカップも、ね、びっくりしました。読むのがだってさ読むのここにここにちゃんとここにサニコムって書いてあった。あれすごいですね。ちょっとこれ真似しません。俺らここ2012年って書いてありますからこのタイトル真似しましょうよこれ。いや、いいじゃん。勉強になりました、ね、はい、まあ、ということで3つ目のニュース、はい、では続いてのニュース見ていきましょうか。4つ目、ドン、うん、地球天気予報番組開始ということで。あ、これこれ今年ですね。今年でしたっけこれ。意外に1月から1月からなんだ。これ今年からですね。いやー、随分前のような感じもしますけど、うん、地球天気予報これもまたいいんですよ、本格的なね、うん、気象会社っぽい、うん、ね、番組でございます。 VTR もあります。見ていきましょう、ドン。絵が違うね、地球から入っちゃうから、うん、引いたら触れる地球みたいな。ああ、来ましたね。竹村、うん、先生ね、皆さんご存知のように大変な大雪となりまして、この地球天気予報も1週間延期ということで、本日は竹村先生にも来ていただきまして、というか竹村先生がメインの番組ですからね竹村先生のお話を皆さんお待ちになったと思うんですけども、たっぷりとそのお話を聞いていただくというふうにしたいと思いますが、それとやはり先週の大雪、記録的な大雪ということになりましたので、本日はゲストという形で、今晩もやるんですよね、減災ナイトね、減災ナイトをやるんですが、減災担当ということで宇野さんにも来てもらいました。こんばんは、よろしくお願いします。今日はこの3人でという感じで、いやまあ確かにね、中継なんで、はい、若干回線も悪い時ありましたけど、まあでも強引にあのスタッフなんとかあれを世に知らしめたいと、うん、いうことで、はい、あのこれもスタッフのね、うん、一スタッフの頑張りで立ち上がったの、ね、弟子入りみたいな感じで、弟子入り竹村先生にここをちょっと出したいんですよ、うんうんうん、本当にね、あのドローンさえ沈めなければね、いい成績を残せたんですよね。あの方ですか彼が頑張ったんですよね、すごく、はい、ね、あ、ものすごくいい曲でしたというふうに、ね、チャットでもね書かれてます。これはね、やっぱりあのここじゃできないんですよね。ここではできない、別の空間に行かないとあの世界観やっぱ出ないんで、やっぱそれを解説する人も含めて、やっぱちょっと
一流感ありますよね。来年からシーズン2がまた始まるんですか。あ、復活するんだ。はいはい。なんかあの地球電気をやっていた、はい、あのサンサンラボっていうところが、はい、あのちょっと移動するんですよ、はい、まあ、ビルそのものがなくなるんで、うん、それが移動したらまたそこからできると。あー、これは嬉しいですね。ということで1月から、おー、あ、復活復活いいなってね、出てきましたよ。毎回ね、かなり楽しみにされてた方もいらっしゃったので、これは嬉しいお知らせですね。あれはなんかこう、やっぱりこう普段の天気明日どうなるみたいな、うん、もっとこう地球目線で、地球目線長いこうね、スパンで見るんで、うん、いや、いいんじゃないでしょうかね、うん、1月から行けんの ?1 月からやるみたいで、そんなに言うよね。詳細はまた改めてお伝えすることができる、はい、青木くんがね、元気に復活したらまた、今ちょうどドローンになってますよね。ドローンをドボンしてドローンになってます。あ、なるほど。なのでもうちょっとしたらね、出てくるんじゃないかなと思いますよ、はい、頑張ってください。数時間後に出てくるんじゃないかなと思いますよ、ね。あ、そうですか。まあなんかこう言えない話もいっぱいあるんです。あ、本当ですか。2個ぐらい壊してるんですけどね。さあ、それでは、はい、続いてのニュース見ていきましょうか。5つ目こちら、ソラレコ始動。あー、これが来ますか。これはソラウタですよね。そうでございまして、うん、ソラレコ、はい、ね、うん、こんな名前ですよね、本当に。いやでもこれソラレコ今年、はい、アルバムまで出しましたから、いよいよ、うん、これね、いよいよレーベルね、これ出てきまして、はい、いやこれなんとかレコードとか、ね、うん、ソニーレコードとか、まあいっぱいあるわけですよ。いろいろありますね。なんとかレコード、はい、その中でソラレコですよ、うん、もう空の歌を出していくレコードレーベルね、かっこいいじゃないですか。あのロゴがね、また、うん、あの雲の形してるんですよ。雲になってますね。で、あのロゴを作ったデザイナーの方にちょっとお話をお伺いしたんですけど、はい、あれは別に手を抜いたわけではない、うん、たまたま期限 もうほぼなく、うん、半日ぐらいしかなくて、でロゴ作んなきゃいけないんで、あのうちの曇りマークをそのまんま使ったわけではない、手を抜いたわけではない、クラウドでなんか音楽を作っていくんで雲にした。それ言われてもうしょうがねえなと思いましたね。完全にウェザーニュースのオフィシャルな曇りマークに書いただけなんですけど、はい、ソラレコって書いただけなんですけど、もう最初もうちょっと言うと、うん、あのユニクロみたいなのパクってます。ソラレコってカタカナでユニクロまんまみたいなの出していくので怒られちゃいますね、それは。絶対怒られる。ただでさえ怒られるポテンシャル高いのに。怒られちゃいますからね。さらにそのアパレル業界からもなんか怒られるのもどうしようもないと思って、うん、そうですね、ダメですね、じゃこっちっていうのを決めたんですけど、うん、はい、それで今もソラレコも来てますよ、うん、来てますね。売れまくってますね。本当にあのアルバムをゲットしてくださった方たくさんいらっしゃいましたよね。アルバム皆さんね、ありがたい話で、うん、買っていただいて、うん、もうあと5枚ずつぐらい買っていただければね、本当に元も取れるんですけどね。元、なんとか元取りたいんですけどね。VTR もあるんですよ、ソラレコード、はい、って見ていきましょうか。改めてソライブで言うのは初めてっていうことで、そうか、改めてちょっと振り返っていきたいなと思います。いろいろ決定事項、あ、そうですね、ナイト、ソライブナイトでは1回お知らせをしたんですけれども、このセアが出てくるソライブムーンでは初お知らせということになるので、お知らせいきたいと思います、はいはい、まずはドン、セアソラウタ初アルバム発売決定。そしてそしてドン、なんと12月発売。おー、守ってるね。もう、もう、はい、迫ってる感じだよね。そう、12月っていうか、うん、おー、こういう形でスタートしまして、このソラレコの最初のアルバムにさらにこんなビッグなゲストがまさかのまさかの曲提供、はい、VTR いきましょうか。どうぞ。今回は、私たちシェアが、はい、あのマイクを歌わせていただくということで、あの本当にあのこんなに大切な素敵な曲を歌わせていただけることが本当に嬉しいなと思っております。あの先だってちょっと聞かせていただいて、はい、結構いいなと思って。
ありがとうございます。で、ほら、あのウェザーニュース自体もほら一人で見ることが多いじゃないですか。はい、なんか会社行く前にちょっと見るとか、うん、その多いから、女の子の歌で声で聞いてみると意外と柔らかい歌になってて、はい、あのウォーウォーウォーっていうところが、うん、逆になんかすごくあのコケティッシュというか可愛く感じたりなんかして、うん、なんかこう強いイメージというか、うん、元気とか、はい、そういうイメージだけじゃなくて、はい、なんかこうちょっとソフトになったような気がして嬉しかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。ということでね、本物ですね。最近偽物見たことありますけどついこの間本物でしたね。いやこれ嬉しいですね。もともと石井さんも、うん、空の歌を結構いっぱい作ってらして、うん、でそのもともと好きだった話を、うん、はい、で収録終わったぐらいなんか急にそんな話が、はい、なんか本当書いてるかな、あ、そんな感じで決まったんですか。本当そんな感じなんです。もうあ のその場のノリ、そんなさらっと決まるもん、そんなさらっと決まるんだ。もっとこうすごい広い会議室で大人たちがスーツ着て、ね、どうですかみたいな感じじゃないんですか。投資とかそういう感じじゃないのさらっと、もう本当にもうそうなんですか、ごめんごめんクラブはまだお話ししてないんですけど、うん、それ大丈夫なんでしょうかね。まあこれからなんですけどね、うん、いやそんなこんなで、はい、ソラレコもね、もう来年以降もまあね、うん、一つだけ出してって話もちょっとあれですから、今後どうなるのか分かんないんですけど、はい、まあ、今年からスタートしたりとかね。ソラカもこれからね、もっともっと盛り上がってほしいですね。まあアーティストの方ですから、それは。あ、そうですね、私、そういう意味ではソラレコのアーティストってことないですよね。うん、おー、そうですね。私たちソライブキャスターも一応ソライブキャスターの方々も、うん、まあ、夏歌って、もっと言うと、はい、ソライブキャスターの、うん、あのキャスターバージョンの空友の歌もあるわけじゃないですか。はい、ありますね。あれも一応は、ね、はい、ダウンロードとかできるんで、アーティストっちゃアーティストです。もうそうです、空歌担当させていただきまして、最初の空友の歌ね、はい、歌われまして、歌えました ね、レコーディングしましたね。レコーディングしたんですよ、ちゃんと、はい、実はこういうマイクみたいなの置いてね、 ありました、こういうのに向かってこう、やってね、はい、いやちょっとずつ撮っていくっていう、ちょっとずつ撮ってっていう、プロみたいに、そう、ね、懐かしいですね。ありました、ありました。いやあの時のキャスターみんなどこにいるの、今何してるかちょっと分かんない人が多いんですけどじゃあ次行きましょうか。最初からいるのはもう山口さん、あの頃から歌ってますからね。もう夏ももちろんね歌われてましたけど、あの頃からもうずっとやってましたから、これそんだけは本当忘れてないでいただきたいなと思いますからねはい、ということで、じゃあ次のニュースに行きましょうか。次は何でしょうか。こちらウェザーリポートの日、選定&ウェザーリポート2000万通突破という、これまた素晴らしいじゃないですか。2000万ってピンとこないですね、もう多すぎて。本当ですよ、うん、ね、え、いやウェザーリポートの日、はい、これ11月1日、うん、まあ、前回ねその日に祭典という形でやりましたし、うん、はい、うん、その頃にまた2000万通累計、2000万通って1通を1円にしても2000万円ですか、ね、すごい。山口さんこれだけで2000万円、1000万1000万ですから、違います違います、まあ、大した金額じゃないかもしれないですけどね。え、いやすごい話で、ね、とんでもない数ですよね、そういう風に考えると。いやいや、 VTR もありそうなんで、うん、その時の模様を紹介してみましょう、どうぞ。思います。はい、それでは加瀬さんよろしくお願いします。します。決まりました。ちょっと、このウィキで調べたら出てきますから。はい、来ますよ。11月1日、はい、これ嬉しいですよね。記念日登録証、株式会社ウェザーニューズの名称ウェザーリポーターの日、日付11月1日上記の記念日を正式登録する、2014年11月1日一般社団法人日本記念日協会代表理事加瀬清志、おめでとうございました。ありがとうございます。こんな感じ、はい、それでは記念撮影も、記念撮影もね、はい、このままいただきたいと思います。はい、撮れるもんですね、こういうの。正式にこの記念日が認められたという、はい、
でここからもう毎年ウェザーリポートの日になりますよ、うん、なんかで検索したら、うん、今日は何の日でも出てきますから、そうです、ね、11月1日じゃないですか、ね、嬉しいですよ。そして2000万もいやー、うん、本当に皆さんも本当ありがとうございます、ね、ありがとうございます、いつもウェザーリポートを送ってくださって、あってのウェザーニュースさんでございますので、うん、そうですね、頑張ってもらえればなと引き続きね、これからもよろしくお願いします。詳しく2部でこれもいいですね、2部で詳しく2部ばっかりでございます、ね、うん、触りばっかりです、触りここは一部ですからね、ここはもうお触りの場ですからねなんか意味合い、意味合いがなんか花もあっていいですね次行きましょうか、はい、では続いてのニュースこちら、減災企画バージョン 1.5 へということでございましてね、あ、まあ今年もいろいろとね減災、うん、に関わるねあの事象も起きましたんで、そうですね、そういったまあものが起きながら減災、うん、そのものもちょっとバージョンアップしていって、うん、1.0 から今 1.5 へということで、これはなんかね、あの宇野沢さんがちょっと熱く語りたいと、はい、いうことなんで、この後また、はい、あの減災についてそのコーナーでやるみたいなんですけど、ね、1.2 じゃないのって話ですよね、これね、うん、そうバージョン2じゃないんだっていう 1.5 っていうこの思いも、その辺もじゃあ理由があるわけですね、あの語っていただくみたいですよ、はい、これもじゃあ2部で、で本人的には2行きたかったんだけど、うん、うって感じなのかもしれないね、わかんない、まあ、ちょっと詳しくどういう意味が込められているのか、ちょっとこれも詳しくこの後見ていきたいと思います、大事に考えます、はい、はい、続いてこちらです、バーン、コラボレーション企画続々始動ということでございまして、まあいろいろありましてね、コラボレーションも、ウェザーさんこれからどんどんなんか広げていくみたいなんで、うん、いろいろあったんで、まずは VTR 見ていきましょう、どん、ね、うわー、なんかすごいですよ、ね、これ。あー、見ました私も、まあ、有名の森田 VS 森田ね、ありがとうございます、いや夢の対談ですよこれウェザームアップ代表取締役で、相手する人がね、決まり役、あれ間違いない、いやいや夢の共演ですよ、夢の共演、これね、これ歴史前だから、でもお話しさせていただくと、いやいや、あの業界の中から喧嘩やめてくださいよ、いきなり喧嘩やめてくださいよ、ウェザーニュース対ウェザーマップ、これなんすか、なんすか、いつ会ったことはどうなります、何度かあるんですけど、久しい話あんまりした覚えないんですそう、いつ川田氏ではね、だいぶ前から、だいぶ前から競合として、競合の時代もあったわけですよ、喋ってもらいましてね、っていうかよく来てもらいましてね、すごいこの日楽しかったの、ギャグみたいな感じで呼んだら結構気さくな方でございまして、その後空白にも出てもらったりそうですね、マナメシのそれこそ真壁さんもね、うん、派遣していただいたりね、うん、つながりましたよ、 T1 グランプリとかも、 T1 グランプリもね出ていただきまして、出てしっかり負けていただきましてね、いやいろんなコラボレーションがだからね、はい、これからまだもうここ行っちゃったかって感じでね、うん、3、4年前だと考えられなかったんですよね、本当今年はなんかこういろんな方々、ね、はい、あの協力していただいてますよね、その中にもまだ他にもね、うん、こんなコラボレーションもありましたということで、どうぞ、バイクからいきましょうか、こちらですと、はい、はい、配信日は12月10日水曜日か、そうですね、はい、はい、ジョイサウンドさんとのコラボレーションね、今一生懸命作ってますから。これは偉いか、はい。初めて出てもらったの、はい。これちょっとこれもし放送途中に入った覚えがあるの、はい、その楽曲を、はい、ゼロからそのカラオケ用に起こして、ね、そうですね。お客様の方が、はい、歌いやすいように、はい、私どもの方で曲を全部作り直して、はい、それでテロップをつけて。それでバックの映像のいわゆるあのチャプターをつけてですね、はい、それで全国に配信すると、全国に配信、はい、全国で歌えるんですか、そうですね、すごいですね、全国の、まあ、カラオケボックスの名前なんですけども、うん、はい、歌えるようになったわけで、歌えないことができます、もうすでにこの初日から歌って、はい、なんかその採点機能を使って点数をツイッターで教えてくれた方もいました、はい、みんなでね、歌いたい、歌いたい、歌いました、年末の忘年会、そして新年会、そうですよ、ジョイサウンドでやるしかないですね、え、はい、だって12月10日だったらもう全然
年末まで余裕ありますからね。そうですね。そこから計画立てて、はい、ガンガン歌いますよね。そうです。はい。はい、さあそして、その配信楽曲がまだ発表されてなかったんですけども、はい。ったことなかったんですけど、はい。はい。5曲ですね。5曲ですね。はい。はいはい、もう今これ全曲がありますからね。そうですね。もうすべて歌います。そして、さすがやっぱね、こう期限を守るところ、はい、ライブ音楽ですよ。ライブ音楽入ってきました。ライブ音楽入ってきました。ですね。はい。ウェザーさん見習ったらいいんじゃないかな。そうですね。はい。言ったことは本当にやってくれますからね。5曲が入りました。はい。決定ですね。いやまた特別ですよね。まあそうですよ、こう盛り上がりますしね、うんうん、いやなんかね、いろいろ広げてきましたね、上田さんもね、うん、これから来年ちょっと楽しみでございますけど。楽しみです ね本当、うん、さあさあさあ、はい、なんかどんどん押してんだってさ。あ、本当だ、結構押してますね。では次のニュースも見ていきましょうか。ドン、ウェザーニュースタッチバージョンアップということで、これも意外にまあ大きなニュースじゃ大きなニュースでございまして。そうですね、はい、これはなんか、出せるんですかね。これとかですか、これとかですか、すいません、コードがどこにあるか。コードが、まあまあなくてもいっちゃいいんですけどね、はい、皆さんぜひ見てみてください。あのサイドメニューというのもね加わって、はいはい、これ、あ、これちょっと違いますね、なんかね、違いますね、はい、違いました、これはなんかこう横からふにゃってこう出てくるね、ふにってきて、あ、はい、Android はっていうね、うん、今もうチャットですでにツッコミが入ってきましたけど、うん、あの Android も今もう絶賛開発中でございまして、はいはい、なんか iPhone のフィードバックも含めた Android の方を向けるみたいな開発が頑張ってるんですけど、はい、おー、じゃあ間もなくって感じですかね。まあなんかあのこの横から出てきてこう、もうすぐにどこにでも飛べるような、うん、そういう仕組みになってかなり使いやすいですよね。なんかこう、あの慣れてくるとね、最初うんってなるんだけど、うん、もう慣れてくるともう戻れないっていう、うん、なんかそういう感じの、うんうん、まあ引き続き、まあ、ウェザーニュースタッチはもう昔からずっとやってるアプリですけど、はい、でもやっぱこれが中心で、はい、そこにリポートがものすごい集まっていますので、うん、やっぱりこのパワーっていうのをね、はい、こういかにこう天気予報とかそういう価値に変えていけるかっていうことで、うん、現場もいろいろ悩みながら頑張ってますので、はい、ぜひね、レビューでいいこと書いていただけると思いますけどね。レビューで。レビューでね、消火活動していただけると思、燃えてない格好みたいなね。星をください。星ね、あ、うまい。星担当、さすがだね。星がある。星があるな。星がある。全部持っていくな、なんか。さすがやな。まあまあまあいろいろありますよ。はい、ぜひ使っていただきたいですね、多くの方に。はい、うん、そして最後、今何個ぐらいいったんですかね。これが最後になりますね。が次が、はい、10個目の重大ニュースドン、やっぱこれかな。ソラーク2014幕張メッセで開催ということでございますね、うん、いやこれはね、ちょっともう、はい、いっぱい話したいことたくさんありますよ。ソラークはね、ものすごい大きなイベントでしたね。なんでしょうということでございまして、これも2部で、これも2部で詳しく、もう何、幕張メッセでやっちゃう2部やれないか。お金言うな、お金がとか、お金のことは本当に言わないんだよ。本当に多くの方が、いやーもう大忙しでございまして、山岸さんも一人何役やったんだって話です。何役とかじゃないんですけど、役は役、山岸さんは一応山岸愛理としてなんですけど、でも本当にやっぱりいろんなブースに行ってたので、はい、もうほとんど座ってないですね、あの日は。いやもうね、もうスタッフもそうですし、はい、もう出役のキャスターのみんなのね、もう何だったんだっていうぐらい、もうあっという間にね、終わりっちゃ終わりだったんですけど、あんだけ多分今までのイベントの中でも時間的にも一番長いんですよ。うん、朝のもう10時からやってますから、はい、で8時まででしょ、うん、でその中でさらにあの準備含めると、うん、その前日のというか当日のというか0時からずっと準備やって、うん、で最後の最後の締めもまあ、あの0時なので、うんうん、そういう意味ではもう24時間ずっと
もうガーってシャッターが開いて前日0時で、そこから入って設営とかなんとかして、はい、でまあ、ボランティアの方も来ていただいて、はい、こうやってガンガンやって、はい、それで空白やって終わって、で片付けて、であの24時間の本当にもうあのキアヌ・リーブスのね、キアヌ・リーブスじゃないあの24のね、あの何でしたっけね、キーファー・サザーランドのねつもりになった感じで、みんな、もう本当にすごかったですよ。ジャック・バウアーですよ。もうなんかよく分からずうなずいてます今。ほとんどの人間殺されてましたんで、はい、最後 2,3 人しか残ってなかったんでね、いやー、まあ、ソラー君はだから長いんで、これこの話は、いやもうちょっと語り尽くせないですよね。もう終わりますから、この一部もうすぐ。もうそうですよ。この数分でちょっと話せないですよ、ね。もう無理です。ちょっとね、二部に持っていきましょう。二部に、まあ、そのまんま、はい、さっきの原作もそうですけど、ね、じっくりと持っていかせていただいて。でね、ここでね、なんか今ちょっと来ましたね、重大ニュースのですね、これ本当にニュースなんですけど、これどこに撮っていただけますかね。なんかざわついてきましたけどね。もうあと5分でこの番組終わりですけど、5分で終わりですけど、番外編で1個ニュース入ってきましたね、はい、これリアルなんでね、はい、皆さんちょっとこれあの多分あの驚いちゃう人多いと思うんですけど、はい、番外編重大ニュース実はということで、センター行きましょうかね、はい、テロップと作ったんですね、これね、行きますよ、せーの、じゃん、山岸愛理結婚おめでとう。まさかの、まさかのですね、すごい集まってきて、すごい人が陰から出てきました。すごい集まってきてる。いやいやいや、おめでとうございました。ありがとうございます。もうあのこれがあのリアルなんでね、これあのネタとかじゃないんですけど、そうですね、一応あ結婚されるようでございます。 ありがとうございます。構成表に書いてないですね、これ。いや、もうあれないですよ、そんなの当たり前じゃないですかね。いや多分ね、みんな気になるのはね、卒業かっていうのはちょっと気になるんですけど、この辺は、はい、この辺はどうなんですか。卒業はしません。卒業はしないですね。卒業しません。このまま。すいません。特にあの言うこともなく、あの卒業しません。まあ、頑張ります。これからも。なんだったらもう、はい、週7とかでやっていただいても。そうですね。そうですね。週7で頑張ります。全然問題ないんで。あとダブルヘッダーとかもありますので。もう全然やりますよ。本当に休みの日も来ますし。なんか山岸愛理ぬるくなったなとか思われたら嫌なんで、やっぱりこれからも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いやいやいや。でもまあ、まあ最初から支えてたのが、ね、あの山岸さん初期面ですからね。そうですね、私21歳で入って今もう27歳なんで。もうそうですか。もういいですよね。あの破天の頃ね、あの絵描いて、はい、まあ、今でも絵描いてますけどね。今でも絵まさか続いてると思わなかったんですけど、いやだって山岸さんがね、はい、仮に引退とかになっちゃうと、なんか2人ぐらい道連れで辞めちゃう人いるんですよ。ロボットのとか星の企画の人とか。かこればっかりはその辺だと違うんで、ちょっとなんかそれこそあかんってやつなんで、これは本当にまあ引き続き、そうですね、週7で頑張っていただきたいな。そうですね、週7で頑張りたいと思いますけど、一応なんかあれですか、あの、はい、なんか席みたいなのがこう入ってる。そうですね、席を入れて、席みたいなのが、この先なんかあんのかもしれないですよね。もうノープランです、ね、ノープランです。もう空白でいっぱい空白以降にしかちょっとね、そうですね、考えられないんですけど、はい、まあね、まあ、僕この話聞いた時別に、そんな言わなくてもいいんじゃないの別にって思ったんですけど、まあ、本人がやっぱ真面目なんで、まあやっぱね、皆さん誠実に、まあ、隠し事ないようになるのもあり、そうですね、やっぱちょっと嘘をつくのも変なんで、まあね、やっぱり隠してるのも、嘘つかなくてもいいわけですから、はい、そうですね、ということでね、2人めでたく僕ら結婚することになります。違う、いやー、新婚旅行どこ行こうかなみたいな。違う、本当に違う、そういう花でしょこれ。違う、そういう花じゃないのこれ。違う、ダメか俺。年末とか、あ、年末とか、はい、ということで、まあ、いろんなニュースありましたけど、はい、引き続き、まあ、2015年もよろしくお願いしますということでね、はい、いろんなこうね、炎上
表しないニュースがあったらいいですね。そうですね、嬉しいニュースでまた2015年も溢れると嬉しいですね。ということでこの後は引き続き2部ちょっと押しちゃってますけど、はい、詳しく振り返ったりなんかいろいろします。そうです、さらに詳しいです2部の方が。山口さんまた後で寝ますね。これ私またそうですね、例の時にね、例のあれの時に、あの紅白のバーンってやつね、あれの時に来ます、寝ますんでね、はい、はい、じゃあ引き続きね、35分再開ということでございまして、はい、一部、は一応ここで終了で、はい、司会はバシと、司会MC はバシと全然回さない、回さないとか回さないって言ってたじゃないですか、はい、回さないですって言ってたのに完全に回しました、はい、最後は、この後2部も回し続けたいと思います、はい、後ほど